生きていればこそ思い出せる織姫の美しい面影を。
地面に立ち好きな人の名を呼ぶ思いがこもっている向こう岸から名前を呼び返してくれる思いがこもっていなければどれほど大きな声で叫んでも 答えはない。それはね、星の子玉というのよ。教えてくれたのは今はない母だった。姫よ、 織姫、 見ているだけで心が安らぐ。私船に乗ってたくさんの人や物が行き来している。星の嵐に逆まいていた姿が嘘のようだ。姫よ、 がまっている。どこからやってくるのだろう。なんという折り正しさ。あの翼があればどこへでも飛んでゆける。せめて翼を連ね橋を架けてくれないだろうか。思いの橋を 向こう岸に渡してくれないだろうか。しかし私の気持ちなど空を舞うカササギに通じるはずはない。 思うのはそれだけ。会いたい、願うのはそれだけ。 7月7日になったら 私はやはりここに立つだろう。天の川の岸辺に。来年会えなければその次の年。 星に会えなければ。